はい、皆さんこんにちは、奥崎五郎さんと一緒です。はい、こんにちは。こんにちは五郎さん。今スバルブースに来てるんですけど、後ろに BRZ がありますが、この間のトヨタの86の試乗会で会いましたよね。あった。で、まあ、もう86見て、車も乗ってると思うんですけど、今こう後ろ見てぶっちゃけ86と BRZ どっちがいいですか？これはさ、分かんないけど、iPhone で au とソフトバンクのどっちがいいかぐらいの違いなんじゃないの？なるほどね、いやでも俺は実はこれ乗させていただいたんですが、乗ると結構違うんですよ。いやだから、俺はこっち乗ってないから、何とも言えないんだけど、まあ86乗っただけで言えばめちゃめちゃ楽しい車だよね。なるほど。でどうなの、逆に聞くけど、 BRZ と86がどう違うの？ BRZ の方がちょっと落ち着きがある、で安定感があるって感じなんですよ。なるほどね。だけどドリフトできないわけじゃない、だけどその入っていく時に86の方がよりこうドリフトする FR 的な感じで。そうかそうか。だからそこが多分スバルの狙いっていうか、ことなんだと思うんですけど、まあメーカーの考え方の違いだよね。そうそうそう。だけどやっぱり僕が86乗って思ったのは、これほど前後とかの荷重変化によって、いろんな姿勢を作り出せる車っていうのは今までまあ最近なかったなってことだったのね。はい、で逆に言うと結構どんな、例えばこう、進入でブレーキをこう残してフロントに荷重かけてステアリングを切ってやるとかっていうのをやっても、そんなになんか極端に変わるような車って今までなかった。まあないです。抑え込んでたんじゃない、そういうの。はいはいはい。やっぱり86はそこら辺がもうストレートに出てくるから、出てるっていう、まあ、あんなにこう荷重変化を意識しながらドライビングをしたっていうのは久々だったんだよね。なるほどね。その楽しさがあって、そうそう。だからそれがこの BRZ になって逆にそれが何ちょっとこう狭まってる感じ、そうですね、抑えられてる感じで、もうちょっと安定はしてるって感じだから、落ち着い、どっちかというと落ち着いてる大人っぽい感じがする。まあそれはさ、どういう女の子が好みなのみたいな話だよね。まあじゃあ仮に86を、まあ、ちょっと元気な女の子で、BRZ をちょっとしっとりした大人の女の子だとすると、どっちが好みなんですか？いやどっちもいいね。どっちもいいっすね。それはもう乗ってみなきゃ分かんないよね。なるほど、そんなこと言って大丈夫ですか、岡崎五郎先生。いやだって俺そんなに車に乗ってみるっていうのしか頭なかったけど、学ぶの中に今違うこと入ってたよね。いや違います違います、そんなことないです。まあでもいずれにしてもね、こういう楽しみがやっぱ増えたのは悪くないかなと思うんですよ。そうだね、やっぱり運転する楽しみっていうのを今まで僕らは頑張って言ってきた、言ってきたけど、全てっていうか、もう多くの人に伝わりきっていたかどうかっていうのが、まあ、今一つまあ疑問じゃない、で、まあ、それをもっと伝えたかったんだけど、そのためにはやっぱりそのハードウェアがなくちゃいけなくて、それをやっぱりその86が多分 BRZ もそうなんだけど、すごく僕らの言ったことがこれに乗ることによってストレートにこう体に入っていくような、そういういいテキストが出てきたっていうのはすごくいいことだと思うね。さすがやっぱり車で行こうやってるだけあって、コメントがまとまっててそつがないですね。でも多分今ですね、考えてるのは元気な女の子と大人の女の子のことだと思います。というわけで岡崎五郎さんと一緒に BRZ を語りました。ありがとうございました。ありがとうございました。